クロスクリーガーは日本の競争場、副料ステークス、兵庫チャンピオンシップと連勝し、ジャパンダートダービーでのんこの夢に次ぐ2着。その後レパードステークスで、重賞2勝目を挙げ、3歳、ダート路線で活躍。将来を期待されたが、3歳の秋、コバとの対戦を前に、X 大腸炎を発症し、安楽死の処置が取られた。祖母は、 日経賞を制した雪のサンロイヤルを生んだマイアミガルチである。サンデー・サイレンスを配合するために、知人の牧場から譲り受けたが、配合しようとした時にサンデー・サイレンスが死亡。代わりにブライアンズ・タイムが配合され、生産されたのがビッグクイーンである。母のビッグクイーンは2004年に生産され、2007年に東京競馬場の未勝利戦でデビュー。 中央競馬では参戦して、未勝利、地方競馬に移籍し11戦に出走したが一勝に、とどまった。2008年12月26日、大井競馬場の競争を最後に引退し、その後繁殖品馬となった。弥生賞、京都記念など重賞3賞のアドマイヤオーラが、配合され、2012年4月11日、後のクロスクリーガーとなるオウマが誕生。牧場時代は、 小さくまとまったような印象で特別な印象は受けなかったという評価であった。その後、オータムセールにて売却されたが、後に、函館競馬場で行われた、北海道トレーニングセールの公開調教で11秒58から11秒22のタイムを記録し、税込み907万2000円で転売された。父アドマイヤオーラのパドック辻隆にとって、初めての自分名義の馬となったが、 実際は、吉田勝利との半分共有して所有しているものであった。辻は、吉田と競争場2頭を共同所有する際、二人で名義を1頭ずつ選択することとなり、どちらかを選択することとなった。その際、クロスクリーガーの誕生日が2012年4月11日であることが、辻の母の命日である2011年12月4日と、 辻自身の誕生日、12月11日と、数字の並びに、母の縁があると感化して、本場を選択した。セールから2ヶ月後に目を見たとき、理智的な馬と評価していた。十字を意味する、クロスにドイツ語で、選手を意味する、クリーガーを組み合わせた、クロスクリーガーと命名された。9月27日の神話戦にて、デビュー、暗状は、岩田康成が起用され、 以降すべてのレースに起乗することとなる。単勝オッズ3.2倍の指示に応えて、後方に2.1秒を離した大差で勝利、新馬勝ちを挙げた。岩田は、すごく乗りやすい馬ですし、相当高い能力がありますね。これから、かなり荒れそうですよと振り返っている。続いて11月には、芝のレースである、高菊賞に挑戦するものの6着に敗れ、 ダートに戻って12月20日のモミの喫勝に出走。単勝を追っつ7倍の一番人気に押された。レース中盤でバグンの外側に持ち出し、最後の直線の半ばで抜け出した。そこから後方に一馬神さん、4話して勝利、危なげのないレース運びで2勝目を挙げた。岩田は落ち着いていたし、反応もすごく良かった。ダート適性はかなり高いとし、管理する。 ショーの安市長教師は、卒なく回っていたし、岩田くんも自信を持って乗っていたねと振り返っていた。2月22日、ヒアシンスステークスから、指導、単勝一番人気であるゴールデンバローズが、オッツ1.4倍と多くの支持を集める中、それに次ぐ、オッツ6.8倍で2番人気となった。レースでは先行し、ババの内側の5番手で、最初のコーナーを回り、後位から、 最後の直線で抜け出しを図った。しかし後方から追い込んできたゴールデンバローズ、イーデンホールに差し切られて離され、目前で先に抜け出して粘っていたディアドムズをかわした三着に敗れた。続いて、複量ステークスに出走。単勝オッズ2.7倍の一番人気となった。ババの内側である3枠3番から鼻に立ったホワイトフーガに次いだ2番手に1。 そのままの携帯で最後の直線に侵入、逃げるホワイトフーガをかわして抜け出すと、唯一懸命の追い上げによって食らいつかれていたディアファールを首差でしのいで勝利、オープンクラス初勝利を挙げた。岩田はレースがうまくて、どんな形でも競馬ができます。記載以上に強い内容でしたと解雇している。5月6日、初めての重賞出走、地方遠征となる。 兵庫チャンピオンシップに出走、単勝オッズ1.6倍の一番人気に押された。スタートで出負けしたものの、追い上げて、花を奪って、レースの主導権を握った。その後も花でレースを進めながら、後方との差を徐々に広げると、最終的に後方に急馬進バシン離して、勝利、重賞発制覇を達成した。岩田は、馬場も考えて、先手を取った方が楽だろうと、スタートは、 点負けしたけど、スピードが違った。一戦ごとに力をつけているし、次も楽しみです、と解雇している。ジャパンダートダービー一着ののんこの夢7月8日、ジャパンダートダービーに出走。単勝オッズ1.6倍の一番人気に押された。良いスタートを切って、花を奪い、最後の直線まで楽な手応えで逃げ、そのまま押し切ろうとしていた。 しかし後方から追い込んでいたノンコの夢に残り100メートルのところでかわされ、最終的に2馬身半離された日着に敗れた。岩田はこれで負けたのですから仕方ありません。あの馬場で自分のペースで行けました。あと一ハロンではしのぎ切ったと思ったのですが、勝った馬を褒めるしかありません。とても悔しいですとコメントした。8月9日、レッパーアードステークスに出走。 単勝オッズ2.5倍の1番人気に押された。良いスタートを切ったが、手綱が引かれて抑えられて、馬ンの潜み、中段から運んだ。2番人気のゴールデンバローズ、3番人気のダノン・リバティと共に3頭で抜け出し競り合ったが、その2頭を突き放して先頭に立ち、最終的にダノン・リバティに4分の3馬身離して勝利、重賞2勝目を挙げた。 岩田は JRA 重賞80勝目となり、どの位置からでもいい馬で、逃げることはあまり考えていませんでした。逃げたゴールデンバローズが怖いと思っていて、早めに動く形になった分、最後は足が上がりましたが、強いレースをしてくれたと思います。これから成長してくれば、もっと大きいところを狙える馬だと思いますと、振り返った。小野も強いレースをしてくれました。 この三馬神前に、のんこの夢がいると思うと恐ろしいです。デビュー以来、長い休みがなかったので、これからのことは、一旦休んでから決めます。この先、もっと小晴らしく成長してもらいたいと思いますと、コメントした。その後、北海道浦川町の吉沢ファームにて放牧に出され、11月8日の宮古ステークスを目標に調整され、それを見据えて、 茨城県阿美城の吉沢ステーブルイーストを中継し、滋賀県高架市の吉沢ステーブルエストと移された。移動した日である9月20日の朝に戦痛を発症して、X 大腸炎と診断。回復が見込めず、手の施しようがない状況のため、翌21日の朝に安楽死の処置が取られた。小野は、昨日の朝から大腸炎の症状が出て、牧場の方々にも、 懸命に処置していただきましたが、今朝死にました。残念ですと、コメント、さらに、輸送などのストレスがあったんじゃないですかね。すごく残念ですとも話した。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。